さあみんな、今回はね、村のアップグレードに必要なノットルートっていうのを探しに行くんだけど、まずね、ノットルートを手に入れるためには一つ下準備が必要になる。それがね、このクラフトベンチのアップグレード。最初のクラフトベンチだと白色の一番弱いね、森の斧しか作ることができないんだけど、ベンチをね、アップグレードすることによって緑色のレベルが高い森の斧を作ることができる。そのね、緑色の森の斧がないとノットルートは手に入れることができない。なのでね、まずはベンチのアップグレードが必要になる。そしてベンチのアップグレードには板が8枚、そしてシェルがね3つ必要みたい。板はね、もうみんな知っての通り、こっち製材機だね。製材機の中に木材を入れるとね、それが板になるから、これはねみんな簡単に手に入れることができるかな。さあ、そしてもう一つの重要アイテム、シェルだね。このシェルはね、あ、いたいた、こいつだこいつだ。この頭からね、なんかね草が生えてる敵、このヤドカリみたいなやつ、このヤドカリみたいなやつを倒すとシェルを落とす。ゴロゴロ転がってね突進してくるからね、それにはしっかりこんな風にドッチして避けないとね、大ダメージ食らっちゃうから、コロコロ転がってきたらまずドッチして避けて、その後ね殴ると簡単に倒せると思うよ。さあ、あいつをね3回倒してシェルを3つ集めてくれ。さあ、そしたらね、クラフトベンチを板を8枚、シェルを3個使ってアップグレードする。オッケー、アップグレード成功だ。そしたらね、この新しいクラフトベンチで、ここ白い森の斧じゃなくて1個ね、パワーアップした緑色の森の斧を作れるようになる。この森の斧は骨が3、そして木の棒が3ついるから、木の棒はみんな知ってる通り、こっち製材機だね。製材機で木材を使うとね、森の斧を作ることができるよ。オッケー、そしたら製材機で作った棒を受け取って森の斧をクラフトだ。オッケー、そしたらね、この骨で作られた頑丈な斧、このね斧、この斧があればね、ノットルートを手に入れることができるから。じゃあ問題のそのノットルートがどこにあるかなんだけど、みんなマップを開いて、マップを開いてね、洞窟をすでに発見していれば、こういうね洞窟のマークがあるはずなんだけど、洞窟のマークがついてないっていうことはまだね洞窟を見つけられてないっていうことだから、この見えないところを探検していって洞窟を探さないといけない。ただね、砂漠地帯とか雪の地帯のね洞窟、ノットルート手に入れること多分できないから、普通のこっちの草原地帯でね洞窟を見つけた方がいい。なのでまずはね、この辺を探索してね、洞窟を探しに行こうかな。じゃあ早速こっちの見えない地帯に冒険開始だ。夜に行くもんじゃないんだろうけど、まあ仕方ない。あ、ちなみにね、画面の一番下に小さくさ、シード地って書いてあるの見えるかな。このねシード地がね、それぞれみんな違うから、みんなね、みんなそれぞれ洞窟の場所は違うんだけど、もしねタクマンがやってるマップと同じマップで遊びたいっていう人は、このシード地をね、ゲーム開始のところ、ワールド生成のところにこのシード地を入れたらね、タクマンと全く同じマップで遊べるし、洞窟の位置とかもね分かるから、もし今から始めるっていう人はね、このシード紙を使って遊んでもね、もしかしたらいいかもしれない。え、次元の裂け目、なになに、え、次元の裂け目からなんか虹が出てきたんだけど、あそこまで行く、行っちゃう、どうせ洞窟探さないといけないから、あそこまで行ってみようか。え、なになになに、虹の裂け目のところになんか雲と虹があるよ。え、なにこれなにこれ、ちょっと空に浮いてるから、建築を使って階段だ、階段にしようか。階段がね、木材たったの2で建築作れるから。妹してる、俺の妹、俺の妹じゃないけど、俺がいつも使ってるトゥルーハート踊ってる。あら、あ、届かない届かない届かない、なになになに、トゥルーハートの音が聞こえた。え、俺もトゥルーハート踊りたい。さあ、階段を使って、よいしょ。え、俺もトゥルーハート踊っていい、一緒に、てーんてーんと、うえー、え、なに、え、めっちゃアイテム落としたよ。絹、ダイナマイト、縦丸、あ、リカーブクロスボウだ。俺クロスボウめちゃめちゃ欲しい。あ、でもクロスボウ矢がないとダメかな。遠くから攻撃できる、めっちゃ嬉しい。あ、スラープジュースがある。飲むと時間経過での回復効果を得るんだって。じゃあ5分間ずっと体力が上がる感じなのかな。めちゃめちゃいいね、スラープジュースもあるんだ。あ、そしてみんな見て、これが洞窟のマークだよ。これこれこれ、今拠点からこう歩いてきたんだけど、とにかくねマップ中うろ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 歩いて、このマークが出るまでね探検してね。で、このマークが出たということは、そこに洞窟があるはず。この辺かな。あ、あったあった、洞窟発見。なんか変なキノコも生えてる。キノコは怖いよな。ほんとみんな、その辺に生えてるキノコはね食べない方がいいよ、猛毒のキノコが多いから。では、これが洞窟だ、いざ探検。さあ、そしたらこの中にねノットルートがあるから、あー、いきなりあったね、見て見て、これがノットルートだね。さあ、このノットルートね、普通の斧だとほら壊すことができないんだけど、さっき作ったね緑色の斧だと破壊することができるんだよ。ほら、
手に入れたノットルート、これがノットルートだね。洞窟で見つかる頑丈な木材ということで、このノットルートが大量にいるんで、ノットルートたくさん集めるんだ。うわ、敵がいっぱいいる。どうしようどうしよう。あ、こんなところに上にもあるね、ノットルート。そしたら階段を作ってノットルートを取ろう。そうそう、洞窟探検するときはね、こんな風に左手に松明、アイテム欄のね、このオフハンドのところに松明置いとくと、左手にね松明を掲げたまま右手でね斧振れるから、洞窟探検するときはね、このアイテムの持ち方で探検するとね、ノットルートめちゃめちゃ集めやすいと思う。あ、よく見ると天井にたくさんノットルートはびこってるな。これあれか、木の根っこっていう意味だから、地面に生えてる木の根っこが天井から出てきてる感じなのかな。オッケー、そしたらね、もう森の斧の体力がほとんどなくなってきちゃったんで、これでノットルート30、30、25、合計85も手に入れた。オッケー、これで帰れるぞ。さあ、お家に帰ってきたぞ。さあ、村のみんな、今から持ってきたノットルートを使って村をアップグレードするよ。村をアップグレード、いきまーす。きたー、これでレベル3からレベル4にアップグレード完了だー。あ、そしたら新しいレシピが8個増えたみたいだね。噴石機、あ、石を破壊する機械とか。わ、庭地だって。わ、これで農園も作れるようになった。さあ、そして丸太小屋、丸太の見張りと、でかー、めちゃめちゃでかい、めちゃめちゃでかいぞ。お、ベッドがチャーミングなベッド作れるようになってる。チャーミングなベッドとか、シャレオツなテーブル、またまたシャレオツなライト、棚とかも作れるね。クローゼット、ドレッサー、もしかしてこの辺宝箱よりもたくさんアイテムを収納できるようになるんじゃないかな。さあ、そしたらね、ノットルートを手に入れたら、こんな風に村のアップグレードができたり、さらにさらに今度はノットルートの棒を使って緑色のツルハシも作れるようになってる。お、ノットルートの棒5個であの強いロングソードも作れるんだ。いや、やることが一気に増えたね。じゃあ今度の目標どうする？ OK、 そしたらね、次の村のアップグレードするためには、村の評価はね、建物とかたくさん作れば評価上がるんだけど、今手に入れたノットルートと今度は大理石だって。草原の洞窟で見つかる石材、なるほどなるほど。こっちのね、白いツルハシ、この普通の白いツルハシじゃ取れなかった大理石を、今度はこっちの緑色のツルハシで手に入れることができるのかもしれないね。この緑色のツルハシ作るには、ノットルートの棒が3つと骨が3個必要。さあ、そしたら早速製材機を使ってノットルートの棒を3つ作ろう。さあ、そしたらノットルートの棒を受け取って新しいツルハシを作るぞ。うわー、びっくりした、雷落ちた。退陣してる。うわー、雷に当たっちゃった。やばいやばい、でも半分しか減らないんだ。びっくりしたびっくりした。今見た、このさ、棒に静電気を帯びて、なんだろうと思って見てたら静電気を帯びた棒にね、うわー、来た。うわー、大丈夫か、石の雷が落ちた。あ、こうなるんだ、雷が落ちる場所って帯電してわかるんだ。すごいすごい。さあ、そしたらこの新しいツルハシを持って、さっきの洞窟にもう一回行こうか。もしかしたらもっと近くに洞窟あるかもしれないけどね。さあ、さっきの洞窟にやってきたよ。大理石、これ、いや違うな、これは花崗岩だな。これは普通の岩ですね。あ、この白い石かな、よいしょ。あ、大理石だ大理石、これが大理石だ。みんな見て、この白いやつね、草原の洞窟の中にあるこのね、白い岩が大理石だから、これを破壊して大理石をたくさん集めよう。あ、新しいツルハシ壊れちゃったんだけど、大理石ね、全部で63個集まったんで、これを持って、じゃあお家にまた帰ろう。さあ、大理石持って帰ってきたよ。あ、またニャッスルいる、早くレベルを上げてニャッスルを仲間にするんだ。じゃあまずノットルートはちょっとさっき宝箱にしまったから、ノットルートを持ってきて、板は20個必要、板20個必要。そしてあと必要なのは、大理石や63個持ってきたから、村の評価ね、村の評価上げるには建物をたくさん作る。何する？この丸太の見張りとでっかいの立てて、一気に村のレベルアップ。画面右上にさ、あのなんかバーがあるの分かるかな、このねバーが溜まったらね、村の評価上がるから、どうだ、これでいけるかな。立てるぞー、てるるるてて、てるるるてて、てるるてて、てててててて、てんてってんって今 BGM が流れてるはずだ。
よっしゃ、丸太の見張り塔完成だ。めっちゃ作るのに時間かかったけど、でっかいね。さあ、ニャッスルさん、ニャッスルいるよね。え、俺が作ってる間にニャッスルちゃんいなくなっちゃった。もしかしてニャッスルちゃんいなくなっちゃった可能性あり？マジで？でもさ、あの丸太の見張りの塔作ったらさ、右上のバーが4から5にアップグレード可能ってなってるじゃん。これでね、さあ村のアップグレード、村の評価バッチリ、ノットルート持ってきた。そして大理石 OK。 あ、板さっきあの見張りの塔で使っちゃったから、板をあと3個。さあ、この板を使って村のアップグレードだ。よっしゃー。お、レシピも13個増えたみたいだね。何これ、バンガローだって。めちゃめちゃかっこいいお家作れるようになってる。他にはあとはかっこいいテーブル、ソファーも作れるようになってる。かっこいいお家1個作りたいね。ということでね、今回ノットルートの集め方、そして大理石の集め方、村のねレベルを5まで上げる方法を紹介したんですけど、肝心のニャッスルを仲間にすることはできませんでした。ということで、次回パート4に続くのじゃ。